ジュリアス・スターリング・モートンは、アメリカ合衆国の政治家。第二次、グロバー、クリーブランド政権で、第三代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。ブルボン民主党の代表的人物として知られる。1832年4月22日、モートンは、ニューヨーク州ジェファーソン軍のアダムズにおいて誕生した。モートンは、間もなく、 ミシガン州でドロイトへ移り、ミシガン大学へ進学した。モートンは、友愛会、会プ祭に所属した。モートンは1854年に、ミシガン大学を卒業した。1855年、モートンは、妻と共に、ネブラスカ巡州に移住し、ネブラスカシティに土地を所有した。 モートンは1858年から1861年まで、ネブラスカ巡州秘書官を務めた。また1858年12月から1859年5月まで、及び1861年2月から同年3月まで、巡州知事代行も務めた。モートンは、農学者としても高い評価を受けた。モートンは、農業や林業の近代的技術を広く、 世間に広めることに努めた。モートンが行った業績の中で最も著名なものに、植樹祭の提唱したことが挙げられる。1872年1月4日、モートンは、ネブラスカ州域の緑化を目的として、植樹祭を提案した。最初の植樹祭は、同年4月10日に実施され、ネブラスカ州内に100万本を超える樹木が植えられた。植樹活動が始まる。 以前のネブラスカ州は一大工物であったが、植樹活動により20年後には70万エーカーの森林が造成され、周囲に豊かな農耕地も広がるようになった。モートンは農政活動により、ネブラスカ州での知名度を獲得した。1893年3月に第2次グロバー・クリーブランド政権が発足すると、モートンは 農政の能力を買われて、農務長官に起用された。モートンは、農務省の改造を実施し、農業従事者に対する、包括的支援を主眼とした組織へと組み替えた。また、1891年の保安林法に基づき、10万平方キロメートルを超える区域を国有保安林として、指定した。1897年3月、モートンは、 クリーブランド大統領の人気満了に伴い、農務長官を退任した。1897年、モートンは、ネブラスカ州の歴史を記述した図版入り資料を作成する計画を立て、執筆を開始した。同資料は、モートンの死後に、イラストレーテッドヒストリー・オブ・ネブラスカとしてまとめられ、1905年から1913年にかけて、全3巻が出版された。 また、モートンは、週刊雑誌ザ・コンサーベーショニストの出版も行った。1902年4月27日、モートンは療養中のイリノイ州、レイクフォレストにおいて死去した。モートンの遺体は、ネブラスカ州ネブラスカシティのワイカ墓地に埋葬された。モートンが1855年にネブラスカシティで建設した自邸は、その後、州立公園の一部として保存されている。 1937年、ネブラスカ州は、連邦議事堂の国立彫像ホールコレクションに、モートンの銅像を寄贈した。父親は、ジュリアス・リューイ・モートン、母親は、エメライン・スターリングであった。モートンは1854年10月30日に、カロライン・ジョイと結婚した。モートンは、カロラインとの間に、以下の子供を設けた。モートンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジュリアス・スターリング・モートンを示すのに使われる。ありがとうございます。